年に一度イスラムの巡礼者を乗せた列車がやってきます。セネガルの首都ダカールから東に250キロの町トゥーバ。300万人もの信者を誇るイスラム教ムリッド教団の聖地です。この日は開祖を祝う祭り。ムリッドはセネガルで最も勢力を伸ばしつつある教団です。フランスなど世界中にいる70万人の信者も帰ってきます。忽然とそびえ立つ高さ88メートルのモスク。アフリカの大地に出現した宗教都市トゥーバです。今から120年前、フランスの植民地時代にムリッドの教えを説いた聖者アーマド・バンバを祀っています。教団は広大な土地を所有し、国家の中のもう一つの国家と言われるほど力を持っています。コーランよりも教祖バンバの教えを唱えます。アフリカの伝統音楽や踊りと結びついて信者が急速に増えています。信者たちはモスクの中心にあるバンバの墓に殺到し、少しでも教祖のパワーにあやかろうとしています。6000人が一堂に乗ることができる巨大モスク、30億円を投じて建設されました。祭りは1週間続き、200万人以上の信者が次々にここに来て祈りを捧げます。トゥーバの土地は教団の最高指導者カーリフ・ジェネラルの所有です。教団が道路、水道など公共的な事業を自前で賄い、農場やコーラン学校、病院などを運営し、警備隊まで備えた治外法権的な世界です。アフリカのイスラムは地中海沿岸からサハラ砂漠の南、赤道を越える地域にまで広がっています。内戦、飢餓、貧困に苦しむアフリカ各地にイスラムが急速に浸透しつつあります。セネガルのかつての植民地宗主国フランス、アフリカからの移民や出稼ぎ者が多く住んでいます。セネガル出身の世界的歌手ユッスン・ドゥールのコンサートがパリ郊外で開かれました。ユッスン・ドゥール自身も熱心なムリッドの信者です。会場にはセネガルをはじめマリ、コートジボワールなどの出身者およそ2万人が詰めかけました。その多くはフランスで働き、外貨を本国に仕送りしています。ユッスーはこの曲でアフリカの団結を訴えています。
首都ダカール。セネガルは今債務が GNP の 80% を超える重債務貧困国です。世界銀行や IMF からの融資を受け、経済の構造調整を進めています。人口のおよそ 60% が都市部に集中し、人々はインフォーマルセクター、非公式な経済活動で暮らしを立てています。政府の税収は一部の企業からのものに限られます。インフォーマルセクターの人々は決まった収入がなく、税金を払うことは稀です。こうしたインフォーマルセクターはムリッド教団と結びついています。彼らはイスラム独特のネットワークを駆使して、農村と都市の人々をつなぎ、お金を集め教団に寄進しています。その経済力はセネガル経済の3分の2を占めると言われます。植民地時代、フランスが敷いた鉄道はセネガルの首都ダカールから国境を越えてマリの首都バマコまで続いています。かつてこの辺り一帯はマリ帝国の支配地域で、セネガルもその一部でした。イスラムはサハラ砂漠を越えてこの地に入ってきたといいます。西アフリカのイスラムの原型を訪ねてニジェール川を遡りました。8世紀、アラブの商人たちがこのニジェール川の砂金を求めてやってきました。塩や馬などの交易品とともにイスラムの教えをこの地にもたらしたといいます。11世紀、ある大干ばつの年、アラブのイスラム指導者が雨乞いの奇跡を起こし、マリ帝国の王が帰依して以来、イスラムが国中に広まりました。マリ帝国の王がメッカ巡礼の途中、砂金を振る舞ったことから、アラブ世界からはマリは黄金の国と移ったといいます。ニジェール川中流の古都ジェンネ、今も交易都市です。町に入ると目に入ってくるのは、マリ帝国の時代に作られた泥のモスクです。世界遺産に指定されています。泥のモスクは雨季になると壁が流れ落ちてしまいます。年に一度、周囲の人々は大規模な泥の塗り替えを行います。それが信仰の証でもあるのです。モスクの塗り替えを指揮するのは、マリ帝国の昔から伝統の技を伝える職能集団です。今ジェンネには90人ほどの職人がいます。駒場タナポさんもその一人です。モスクには混じり気のない最高の泥を使わなければなりません。泥の職人たちはそれぞれ秘伝の泥の沼を持っています。そこは職人たちにとっては神聖な場所です。タナポさんは沼の底で長い時間かけて熟成した泥を手足の感触で確かめて選んでいきます。
ni min bɛ ji kɔnɔ ni y'o dilan ni sanji nana o bɛ se ka sanji muɲu kosɛbɛ min bɛ sanfɛ ni y'o dilan ni sanji nana dɔrɔn a b'a wuru ka bɔ o b'u ni ɲɔgɔn cɛ泥をこねるのも修行のうちです。職人としての修行とイスラムとしての修行が重なっています。泥のモスクは相互扶助の精神で塗り替えられます。大地の泥は風雨にさらされ再び大地に戻ります。それをまた集め泥のモスクに返します。神への無償の行為です。壁に向かうときは道具を一切使わず素手で丁寧に泥を塗っていきます。田中さんはこのときコーランを口ずさいます。金曜日の午後、モスクから礼拝を促すアザーンが流れてきます。タナボさんは仕事を辞めてウドゥという祈りの前にイスラム教徒が必ずする清めの儀式をしました。マリ帝国は王を中心に王族、戦士、語り部などの職能集団、奴隷からなる階層社会を形成していました。王はイスラムを文字を持つ外来文化として取り入れ、アフリカの伝統文化と融合させ、独特のイスラム王国を作ったのです。15世紀、マリ帝国は衰え始め、後のマリ、セネガル、コートジボワールなどに分かれました。かつての交易の名残がジェンネにはあります。綿花は今も変わらぬマリの特産品です。綿花の収穫は女性たちの仕事。40度を超す炎天下で1日10時間働いて40円ほどにしかならない厳しい労働です。掛け声をかけるのはマリ帝国の昔から続く語り部の集団グリオの流れを組む人々です。西アフリカ一帯では言葉や歌の力が信じられています。ヨーロッパの進出で社会が崩壊していく中、アフリカの伝統音楽や歌と結びついて土着化したイスラムが地下水脈のように生き残っていたのです。15世紀から19世紀にかけて西欧諸国は4000万人とも言われる奴隷をアフリカ大陸から運んでいきました。西アフリカの奥地から駆り出された奴隷はセネガルの沖に浮かぶ小さな島ゴレ島に集められ、ここから見知らぬ中南米へと送られたのです。奴隷の館、2階に白人の奴隷商人が住み着き、下には奴隷たちが押し込められたといいます。奴隷たちはここで値段をつけられ、船出の日を待ちました。体重が60キロに満たない男は落花生で太らせたといいます。奴隷たちは目的地に着く前に3人に1人が命を落としたといいます。Une de ces boules, authentifiée du 18e siècle. Le poids de la boule est de 10,3 kg. Et là, c'est un anneau d'esclave
qui nous vient des archives françaises de Bordeaux. Nous l'avons reçu il y a quelques années, des mains de la jeune mère de Bordeaux, qui en a fait don à la maison esclave du 18e siècle, essentiellement réservée à la suite de l'esclave. La valeur d'un homme, de son poids, de sa musculature. Le poids minimum chez les hommes était fixé à 60 kg. Moins de 60 kg, tout à l'heure, en visant cette maison, vous verrez une cellule... ブレ島は世界遺産に指定されています。ルーツを訪ねる欧米の黒人や白人の観光客などが年に1万人以上訪れます。21世紀の今日、奴隷貿易は人道に対する罪であるかをめぐってアフリカ諸国とヨーロッパ諸国の間に論争があります。ヨーロッパは産業革命によって奴隷が不要になり、19世紀末アフリカの植民地化に向かいました。フランスはかつて奴隷の食料でもあった落花生の栽培を内陸部で始め、西アフリカ一帯を安い食用油の供給地に変えていったのです。鉄道建設など過酷な労働に対してイスラムを信じる農民は抵抗に立ち上がります。フランスによるイスラムへの厳しい弾圧の中で、一人の聖者が現れました。ムリッドの開祖、アーマド・バンバです。バンバが奇跡を起こしたと伝えられる海の近くで、毎年集団礼拝が行われます。バンバは人々を扇動した角で、フランス軍によって流刑にされました。軍艦の上でイスラムの祈りを禁じられたバンバは、海面に羊の皮を浮かべて、その上で2回礼拝を行ったといいます。この日、ムリッドの信者たちはメッカではなく、カイスが奇跡を起こしたという海に向かって祈りを捧げます。伝統的なアフリカの社会が崩壊する瀬戸際で出現したムリッド教団、強力な開祖バンバと熱狂的に消えする信者たち、宗主国フランスはそこに脅威を感じました。集団礼拝にはバンバの子孫や血縁のある者がやってきます。バンバの奇跡を受け継ぐといわれる聖人マラブーです。マラブーに触れると最後の審判で天国への道が開けると信じられています。興奮する群衆に巻き込まれ、落花生売りの女性が火傷を負いました。これも神のおぼし召しと受け止めます。アーマド・バンバが説いた教えにムリッド教団の人々は絶対的に帰依しています。天国への道という本でバンバは、働くことと神に帰依することは矛盾しない、働くことは祈りに通じると説いたのです。バンバは農民たちに暴力による抵抗を禁じ、ひたすら働くことを説きました。働き祈る心の中まではフランスの植民地主義者は入ってこられないと教えたのです。
その結果、セネガルの落花生生産は増大していきました。植民地政府は教団に対して次々と土地を与え、加工場を建て、落花生を絞り、食用油を増産していきました。フランスの総督はムリッド教団を植民地政策にとって有用な存在と考えました。一方のムリッド教団もフランスと協調する道を選んだのです。ムリッド教団は植民地時代に築いた落花生の生産力を1960年のセネガル独立後も保ってきました。その力をセネガル政府も無視できず、教団に3万ヘクタールもの土地を無償で与え、協調関係を維持しています。信者たちは聖地トゥーバに住む限り、教団から土地を無料で分け与えられます。ここでの売り上げの一部は税金として国家に納めるのではなく、教団に献金されます。こうして集まった巨額の献金が巡り巡ってセネガルの国家経済を潤していくのです。トゥーバでは子どもたちは地域の宗教指導者マラブーが運営するコーラン学校で学びます。ここではおよそ80人が寄宿生活をしています。こうしたコーラン学校がトゥーバの町には随所にあります。一般にマラブーはコーラン学校を運営する傍ら、郊外に農場を持っています。祈りと労働の場が一つの単位になっています。子どもたちはターリベと呼ばれます。ターリベとはアラビア語のタラバ、タリバーンの語源でもあります。弟子、新学生という意味です。ターリベは1日10時間コーランを朗唱し、アラビア語を学びます。これが最低6年間続きます。トゥーバには公立学校はありません。たった一つあった公立学校は親たちが子供を通わせず廃校になったからです。タリベはコーラン学校でイスラムとしての基本を身につけるのです。子供たちは朝昼晩1日3回托鉢に出ます。ムリッドの子供たちにとって托鉢は修行であり、生活の糧を得るための労働なのです。イスラムの世界では施すことは神に対する義務です。訪れた子供たちに食べ物やお金など何かしらを施します。イスラムでは施す側も
施される側も対等とされます。子どもたちの世界には目に見えない約束事があります。宅発して集めた食料は年笠のものから順に食べていきます。働くことを最も重視するムリッドはよく働く者が優先されるのです。順番を待ちながら幼い子どもたちは水を飲んで空腹をしのぎます。親たちは子どもたちが食べることに困らず、それが修行にもなると考えています。これは国連児童基金ユニセフが世界の児童労働について報告したビデオです。ユニセフはセネガルのいくつかの児童労働の現場を調査しました。多くの子どもたちが親元を離れ働きに出るのは貧困に原因があると報告しています。But West Africa's increasing poverty has even affected religious schools, which must operate with a chronic shortage of funds. As a result, some teachers send their students onto the streets for long hours. The children are forced to beg for their daily meals and for money.As a result, these talibs spend far more time supporting their teachers than they do in the classroom. 世界子ども白書は次のように指摘しています。こうした労働は、子どもがその生活条件を受け入れ、抵抗しないように教え込まれている点で強制労働である。子どもが物乞いをせずに教育を受けられるようにすべきだとしています。コーラン学校の子どもたちは月に数回交代で郊外の農場に働きに出ます。ムリッド教団は子どもたちの労働は強制ではなく宗教上の徳を積む行為だと反論しています。子どもたちは幼い頃から働くことが神への道と教えられています。ムリッド教団はもともとこうした落花生の農場と深く関わって大きくなってきました。子どもたちはマラブーの下でコーランを学び、卒業すると畑を分けてもらいます。こうしてトゥーバ近郊には信仰と労働が一体となった落花生農場が次々と増えていったのです。ムリッド教団は農場の労働は子どもたちが自立するための訓練だと説明しています。この農場では今年12トンの落花生を収穫しました。およそ30万円の収穫が1年間のコーラン学校の生活費になります。1970年代、西アフリカ全土を大干ばつが襲いました。その時、多くの農民の子どもたちがコーラン学校に身を寄せ、飢えをしのぎました。ムリッド教団はこの干ばつ以降、飛躍的に信者を増やしていきました。セネガルではイスラムのネットワークが自然災害、飢饉、貧困などから人々を救い取る役割を担っているのです。ムリッド ñoy def ño xamné
ムリッドの場合、両親は子供を幼い頃からマラブーに捧げ、すべてを捨てて忠誠を尽くし、全身全霊を捧げます。これはムーリッドの重大な責務なのです。ムーリッドの道は、神に祈ることと働くこととバンバは言っています。我々は労働と神を崇拝することしか知らないのですから、労働は大変重要なものです。外遊から帰ったばかりのワッド大統領がトゥーバを訪れました。カーリフジェネラルと呼ばれる教団代表に面会するためです。アブドゥライ・ワッド大統領は自らムリッドの信者であることを国民に公言しています。こうした訪問は年に3回から4回行われます。特別の照明が施された部屋でワッド大統領はカーリフの祈りを受けます。カーリフは今年90歳、教祖バンバの5番目の息子として生まれ、その教えを直接受け継いできました。ブマニュエシアレコレムニャナルマデルイリゲイビハムハムギニアハムハムティメリアハムケジベネゲタイトヨムティリヒトムイグムティゲルムコジャングレアコハムデングルムワッド大統領はモスクの中にあるバンバの墓に参拝しました。セネガルの憲法では政教分離を謳っています。この日大統領は私人としてトゥーバでカーリフと面会しました。ワッド大統領はムリッド教団と接触する一方で、グローバル経済の中で生き抜く新たな戦略を打ち出しています。オメガプラン、このプランでは道路などの社会資本、農業、学校教育を整備することをうたい、政府主導で古い社会構造を変えようとしています。私たちは独立以降国家の再建に努めています。しかし数世紀にわたる廃墟からの再建であり、簡単ではありません。私たちは今も望まない国境を引きずっています。しかし私たちには賢い住民たちがいるのですから、アフリカの再建には楽観的でもあります。私個人はムーリッドです。家族はムーリッドを選びませんでしたが、私はムーリッドなのです。だから私はたくさん働くのです。70年代の大干ばつを機に、ムリッドの信者たちは農村から都市に大量に流れ込みました。首都ダカールに出た人々は路上の物売りや雑エヒフなど、インフォーマルセクターという政府に把握されない仕事についていったのです。大干ばつの頃、コーラン学校で寝起きしていた子どもたちが今ダカールのインフォーマルセクターでさまざまな商売をしています。イブライム・ジュフさんは兄弟が何人いるかわからないほどの大家族に生まれました。4歳の時からコーラン学校に預けられ、13歳で卒業するまで幾度も干ばつによる飢えを経験してきたといいます。今は化粧品や薬などのバラ売りをして生計を立てています。いくついるの？
通なら一つ15フランだけど、今なら10フランでいいよ。10フランね、買うわ。いくついる？100フラン分ちょうだい。ジュクさんはこうした相対取引で16年間やってきました。セネガルの平均的な年収6万円をカツカツ得ています。コーラン学校でマラブーから学んだことは耐えることです。今の世の中は耐えることができないと生きていけないのです。農村から都会へ越境したムリッド、困難をバネに教団は拡大し続けてきたのです。日曜日の夕方、同じコーラン学校に学んだ卒業生たちが集まってきました。1週間の商売で稼いだお金を教団へ献金するためです。彼らの献金は収入のおよそ1割です。多くは家族を離れ、一人で町へ出てインフォーマルセクターの仕事に就き、なんとか食べられるようになったのです。神を称える歌を声を限りに歌い始めました。手を耳に当て、神の声を聞こうとしています。自動車修理工、木工職人、雑貨商など、それぞれに仕事を持ち自立してきました。コーラン学校の卒業生たちは今100倍も為替レートが違うフランスなど海外へ目を向け始めています。かつては農村から都市へ出てきたムリッドの信者たち、ダカールからパリへ越境しようとしています。実際どうしたら海外へ出られるのか、インフォーマルセクターで生きてきた彼らにはビザの申請など公的な手続きになるとほとんど知識がないのです。ビザというものがあって、これは買えないんです。役所から給付されるもので、手続きと書類が必要なんです。書類は誰もが絶対必要なんだから、みんなで助け合いましょう。誰もが海外へ出て成功して帰ってこれると思っているのかな。それを決めるのは神とバンバとマラブーでしょう。ダカールのフランス大使館前、朝から100人以上の人がビザの申請に並んでいます。多くは観光ビザで入国し仕事を探す人たちです。しかしフランスでは移民や出稼ぎ労働者の受け入れが厳しくなっています。ダカールの目抜き通り、外国人観光客が外貨を最も落とすサンダカ市場。
バンバの肖像を掲げるムリッド商人たちの店が軒を並べ、物があふれます。彼らは路上の物売りから始め、タクシードライバーになったり、一等地に店を構えるまでになったのです。店先に並ぶ商品はムリッドの商人が直接外国で買い付けて売りさばいています。これらは国の正式な経済統計には現れないものです。銀行はこうしたインフォーマルセクターの商人に融資をしません。ならばとムリッドの商人たちはユナコワという信用組合を自分たちで設立しました。会費を払えば誰もが融資を受けられるシステムを作ったのです。こうしたシステムはイスラムの相互扶助の教えにかなうものです。今ここを足がかりにインフォーマルセクターの商人たちは正式な商業資本への格上げを狙っています。ユナコワの有力会員であるムリッド商人がサンダカ市場の一角にショッピングセンターを店開きしました。この大成功はバンバのおかげと落成式に集まった人々は口々に言います。ショッピングセンターの名前はトゥーバサンダカ、聖地トゥーバから取られました。総工費およそ6億円をかけたショッピングセンターは宝飾品から最新式の電化製品まで扱い、経済活性化の起爆剤として期待されています。ムリッドの信者で世界的な歌手ユッスンドゥールも招待されました。主賓として招かれたのはワッド大統領です。ショッピングセンターのオーナーは雑貨や化粧品を売りながら財を成し、現在は2代目が後を継いでいます。韓国大使も駆けつけました。今韓国企業とユナコワなどが合弁で工場を建設しようとしています。皆さんにやる気さえあれば、そして私に任せてもらえれば、ダカール、セネガル、アフリカのすべてが世界一になります。今日はインフォーマルセクターからフォーマルビジネスが誕生した記念すべき日です。だからこそその元になるインフォーマルセクターは大切なものなのです。ムリッドの仕事に対する考え方は独自なものです。神に到達するための方法なのです。西洋人は金を稼ぐために働きますが、ムリッドは神の指示だから働くのです。今やらねばならない仕事があるなら、ムリッドを100万人動員することもできます。カリフが100万人来なさいと言えば皆やってきます。なぜなのか知ろうともせず、報酬を求めることもしません。ユッスンドゥールはダカールのスラムから身を起こし、世界の舞台で活躍しています。自分自身の成功もバンバの奇跡と信じているユッスン。今ムーリッドの信者としてパリで歌います。
ある時は奴隷の食料となり、またある時は食用油として外貨を稼ぎ、役に立つ落花生。ムリッドの歴史と深くつながっています。ムリッドの人々は汗して働くことを教祖の教えとして忠実に守ってきました。その忠実さがフランスの植民地支配に利用され、今はその勤勉さがセネガルの経済を支えています。国家の中のもう一つの国家、トゥーバ。アフリカの多くの国々が超過債務から抜け出せずにいる中で、セネガルのイスラム・ムリッド教団は相互扶助の精神やネットワークの力で今社会の安定を保っています。奴隷貿易、植民地支配、そしてグローバル経済の荒波、そうした中でイスラムは衰えることなくアフリカの社会に根付いてきたのです。イスラムはさらに赤道を越えて貧困に苦しむ地域に広がりつつあります。